続きます。こんにちは。海進整骨院の中山信弘です。有名な週刊女性雑誌、女性自身から隠れ不眠ということが今回、取り出されました。今日はこれについてご紹介します。隠れ不眠とは単なる寝不足と不眠症の間に位置します。慢性的な不眠ではなく、専門的な治療は必要ないが、睡眠の悩みや不満を抱え、日常生活に影響がある状態と書かれています。女性自身ではコミュニケーションを取ったり、生活リズムを改めるということを書いてますけども、もう一つ今日は、生態法をご紹介します。あ、終わった。それでは横向きになって、下になった側の腕に頭を乗せます。上側の腕を手のひらを上にして体に沿わせます。前から腕を回して、耳の脇を通って斜め後方で止めます。この時肩を支点として腕の力を抜くと、腕の揉みで、大胸筋、ここの胸の筋肉ですね、が引き伸ばされて、胸郭が開いてきます。これは胸の筋肉を緩める体操で、深い呼吸ができるようになり、よく眠ることができます。このですね、この前の胸郭というこの部分を広げてあげることで深い睡眠が得られますので、皆さん、やってみてください。では来週お待ちします。バイバイ、さよなら。おかしかった。今日なんかいろいろといただき物が、そうですね、お歳暮ですかね。お歳暮か何のかなんかわかんないですけど、なんかめっちゃ美味しそうですよ。なんか用冷蔵書いて、え、これの、すげえ、マジか。わー、美味しそう。これは絶対うまい。あの、ハムの人じゃん、これハムの人、ハムですね。うん、丸大、あ、丸じゃない、日本ハムやった。野球間違えた。ハムの人関係なかった。ハムの、めっちゃうまそうじゃない、これ全部うまいね、これ好きないの、これコレクションやって、何のコレクションやろな、めっちゃ気になる。タナピー負けたら、あ、これめっちゃうまいやつや、これまた、これもまたすげえ、あ、美味しいやつや、これ。うん、やったね、肉に、これめっちゃうまそう。あ、で、これ鹿児島名物といったらもうカツ丼ですね。どうした、ウォーって言って、どうした、これ、うわー、痛い目に、もちろんすごい、レスポワール、すごいな、これチャリンコ乗ってか危ないから、これの時や、お腹に、うん、最後大きいのあるよ、でも、あ、タナピーなんかめっちゃ気になるね、なにこれ、ギフトセット、あ、なに、なんか書いてる、なんすかね、これめっちゃ一生懸命大きいですよ。高級黒バナナって書いてるわ。マジか、うん、高級黒バナナ、何やろ、まさか、はい、これ、おーすげー、マジか、顔ってなってる、バナナ顔ってなってる、これ大高級ですね、これ。そう、これやっぱ高いよ、1本1500円、これ見てこんない。で、今でも活性化するわ、これ、うわ、めっちゃうまそう、絶対、これだって今年まだ100本やって、日本に、あの、市場に出回ってた。ダナどうした、ダナピ行ってもだな。あれ、ほら、明日のですか、これ新総合って書いてますよ、これ。あ、本当ですね、マジっすか。皆さん、明日から新総合に変わります。バージョンアップしてより聞きやすい、奏法に変わりましたので、受けに来てくださいね。はい、じゃあお願いします。タナピ揺れてるよ、揺れてるよ。あんま揺れてない。